社員取りますよ、こんばんは。どうも週刊ブランチカです、はい、ね、今日はもう12月23日ですから、はい、クリスマスイブイブというね、うん、懐かしいですね、このイブイブってね、イブイブ、我らって僕たちもね、こんな格好してね、そうですよ、この後終わってからパーティーがあるんですよね毎年恒例のね、あのイブイブパーティーがありまして、セットを見てください、皆さん、細かいところまでね、クリスマスになっているんですよ、このクオリティ、友達へのお誕生日会みたいな感じでクオリティですけども、いやいやいや、まさかテレビとは思えないですよ、いやもうスタッフが心を込めて、はい、心を込めて、はい、5分ぐらいでペタッてやりましたけど、よくできるスタッフの皆さんで、ありがたい話ですね、え、ありがたい、クリスマス、クリスマスイブイブにふさわしいですね、はい、イベント情報をね、今日は紹介しますので、まずは愛武咲舞台初挑戦、パイパー最新作レクトスタッフ、うん、おせちもいいけどミュージカルもね、ハイレートクイーン、本家ケミストリーが物申すライブジャックスペシャル2ということで、はい、今日はね3つ紹介しますんで、3つだっすごい興味あるやつばっかりですよねアイブサクちゃんとか、はい、ケミストリーとか、うん、パイレットクイーンもありますんで、皆さんお楽しみに、週刊ブランチケスタートです。演劇集団パイパーの最新作レフトスタッフ、閉鎖された空間でおかしな奴らが巻き起こす究極のドタバタと最悪のドロドロ人間模様、衝撃の結末は劇場で。さあ、演劇集団パイパーの最新作、はい、レフトスタッフです。はい、もうパイパーはね、もう面白いですよね、はい、もう大王も来てくれましたけども、はいはい、新作、そうです、もうね、本当に個性豊かなメンバーばかりで、はい、俳優業はもちろんなんですけど、皆さんそれぞれ別の顔をお持ちですよね、まずは川下太陽さん、はい、ナレーターですよね、そうですね、やってらっしゃいますね、そして小判のね、あのお友達、はい、山内さん、ミュージシャンですね、ミュージシャンですね、そもそも大王が本職は脚本家ですもんね、そうですね、本職は脚本家から、まあ、プレイヤーにもなってるんですよね、うん、はい、で、まあ、映画にもなりましたしね、舞台が、ね、あ、そうか、はい、そして竹下幸太郎さんは元コメコメクラブのメンバーで、はい、うん、振付師としても活躍されてますし、腹筋善之助さんは、まあ、ご自分の劇団の主催に、最近声優さんとしても活躍されてますからね、個性豊かっていう、はい、このことですよね、そうなんです、ただほらゲストも豪華じゃないですか今回、はい、そうなんです、愛武咲ちゃん、愛武咲ちゃんすごいですね、なんか舞台のイメージがないですよね、どんな舞台ですか今回は、はい、そのあたりをパイパーの皆さんに伺いました一番川下太陽、後藤が俺たちのどんなところを引き出してくれるかも楽しみだし、俺たちがどんなものを見せていけるかも楽しみにしてます。山内隆也、非常にいいバランスで挑めるんですね、この舞台に、ちょっと細かい演出家のお芝居が続いてこっちに来るんで、がっつり振り幅を、リアクション芸人の方に振ってみようかなっていう。竹下幸太郎、行き先のわからないというか内容のわからないアトラクションの中に 入るみたいな、毎回そういう気持ちです、はい、腹筋善之助、そよ風のように存在したいなと思いますね、そんな役をやりたい。そして作演出は後藤博人、あ、家に帰ってきたなという気持ちですね、1年ぶりに、1年半ですか、1年半ぶりに家に帰ってきたかな、やりやすいです、とにかく面白いものを作るためにはもうずっとやってきたメンバーなんで、ものすごくやりやすいですね。新作はどんなお話ですか。海底基地、そこに行く最優秀の海底作業員を選ぼうとする実験なわけですよ、何ヶ月も下手したら何年もいなきゃいけないとなると、やっぱりもう共同生活というものが一番大事なわけですね、その最終試験として行われるのがその7人、見ず知らずの7人それぞれ専門的な知識を持った、それでいてとても変わった連中が7人1週間暮らす、いろんな指示を私がもうその7人に与えて話は進んでいくんですけども、その中のいくつかの指示はお客さんに与えていただこうと、お客さんの指示によってどういう反応を起こすか、まあ、パイパーメンバーのフィギュアがあるとしたらそれをお客さんがどう遊ぶかというのを楽しんでもらいつつも、ちゃんとお客さんの心をある方向に持っていこうという、とても実験的な話ですね。メンバーに期待することは、パイパー自体がそういうエチュード即興芝居というものに挑戦したことがないし、稽古中にやってみようとしたこともないですよ、
新しい、だから人間関係が生まれるかもしれないし、新しい信頼関係が生まれるかもしれないし、これまであった信頼が全て崩れるかもしれないっていうね、あのちゃんとストーリーに戻してくれたら私の台本で成功させます。でもみんなには大失敗してほしいですね。即興芝居という要素もあるということですね。どんな舞台になるんでしょうね。アイブさんもそういう海底に行く隊員の一人です。そりゃそうでしょう。そうですね。一番可愛いと。いやまだ一番まだいや、この世で世で世でってとこ世でで、まだ分からんけどな、確定ではないけど、まあまあ一応暫定1位には暫定1位とか、まあ、その候補の一人であることは間違いない、ね、まあ今回の作品にはそのパイパーの皆さんの他に舞台初挑戦となる相武咲さん、はい、岡田義則さん、そしてガレッジセールの川田さん、ね、川ちゃんが、はい、いやでもパイパーの中に入っていくの俺大変やと思うわ。うん、あの個性豊かな悪の強いメンバーの中にね、しかも芸人として行くわけでしょ。あ、川田さんはね、川田さんね、はい、なかなかのプレッシャーじゃないですか。アドリブをねこう要求されるわけですよね。そんなパイパーのメンバーに混ざってゲスト出演されるお三方にお話を伺いました。舞台初